皆さんこんにちは、こんばんは。菩薩のベストトレンドニュースです。祝、キスマイ、グレイを超えた史上最速4大ドームツアー決定をお届けします。キスマイフット2が CD デビューから2年11ヶ月の男性アーティスト史上最速でドームツアーを行う。2014年7月5日の名古屋ドームを皮切りに大阪、福岡、東京で10公演を開催。グループ史上最大の46万人を動員する。これまでの最速記録はグレイが持つ4年9ヶ月。キスマイは東京ドーム公演の最速記録、デビューから18日も持っている。ツアータイトルはキスマイジャーニー。直前の7月2日に同名アルバムをリリース。これをインス下げて4大ドームを回る。メンバーの北山宏光、28歳、はドームツアーはジャニーズジュニアの頃から、憧れであり夢でした。キスマイとしても新たな、ジャーニー、旅、となるようなツアーにしたい、と、抱負。玉森裕太、24歳、も、この夏はアルバム、ツアーと盛り上げていきたい、と、張り切っている。以上、最後までご清聴ありがとうございました。菩薩でした。